はい、こんにちは、116ウィンズです。さあ、プレイオフの方は LCS まで進み、レベルの高いチーム同士の戦いに盛り上がりつつも、いよいよシーズンの終わりも本当に近いなと感じる今日この頃。ワールドシリーズが終わればみんな大好きストーブリーグがスタートするわけですが、昨年は3ヶ月以上にも及んだロックアウトを挟んだ関係で、その前後の怒涛の契約ラッシュでは結構盛り上がりましたよね。今年はさすがに昨年のように特定の時期に契約が集中することはないでしょうが、ただ昨年同様注目選手は多いので、契約の噂、あるいは契約したと報道が出るたびに、きっとまた我々盛り上がることはこれは間違いないんでしょう。今回は今年の FA 市場をまあ勉強と言いましょうか、各ポジションの注目選手を一緒にチェックしようという感じの動画です。それではキャッチャーから順に見ていきましょう。はい、まずはキャッチャーですが、注目選手はやっぱりカブスから FA となるウィルソン・コントレラスでしょうね。強打のキャッチャーとして今季113試合でホームラン22本、WRC プラスは132、トレードデッドラインでの移籍が予想されていましたが、なぜか移籍せずクオリファイングオファーでのドラフト指名権の保証をカブス狙っているはずなので、急用物件とはなるでしょう。キャッチャーというポジションは多くのチームが課題である中、2年連続でウィンザーリプレイスメントが4前後と、オールスタークラスの選手が市場に出てくるわけですから、興味を示す球団は多そう。フレーミング指標が平均以下と守備に少し不安がある点、ポジションの性質上嫌がるチームもいるとは思いますが、それでもなかなかの契約はもらえるのではないかと。特に今年のキャッチャー市場はコントレラス以降レギュラー格だとズニーノやバスケス、ナルバエスあたりがいますが、故障明けでしたり、スランプ明けだったりしますので、今年の成績で考えれば少し落ちる感はどうしても否めないと。キャッチャーを本気でアップグレードしたいチームはコントレラス獲得を実現させたいところでしょうか。続いてはコーナーインフィールダーのファーストとサード市場。アレナドが現在のカージナルスとの契約からオプトアウトして FA 市場に出てくれば間違いなく彼が目玉選手でしょうが、ニューヨークポストのジョン・ヘイマン記者が9月に報じた情報によれば、その可能性はかなり低そうなので、全体的な市場の印象としてはいいレギュラー選手が多い感じの市場ですかね。今季前半戦特に調子が良かったジョシュ・ベール、2020年の MVP で来年36歳ながらも安定した活躍が見込めるホセ・アブレイユ、オプション次第ではありますが今季5年ぶりにシーズン30本を達成したアンソニー・リゾー、この他トレイマン・シーニやジャスティン・ターナーなどが市場の中心的な存在ですかね。ファーストは割と今年選択肢が多いものの、サードの選択肢がかなり少なめ、それこそアレナドが市場に出てこないとなるとまともなレギュラー候補は、まあターナーぐらいと、ユーティリティタイプとしてブランドン・ドルーリーもいますが、サード補強したいチームは FA で解決させるのはちょっと難しいかもしれませんね。続いてはミドルインフィールダー、セカンドとショート市場。昨年はショートの FA がかなり豊作な年でしたが、今年も豊作と呼ぶにふさわしい年になりそうです。目玉選手が4人、トレイ・ターナー、ダンズビー・スワンソン、さらには現在の契約からオプトアウト濃厚とされているザンダー・ボガーツ、カルロス・コレアも加わって非常に豪華なグループであると。ショート市場とは対照的にセカンドの市場ではまともなレギュラー候補がアダム・フレイジャーとオプション次第ではジン・セグラとかなり層が薄いので、セカンドを強化したいチームが少し本来の市場価格よりも高めの契約を提示して、昨年レッドソックスがトレバー・ストーリーにそうしたように、この4人の誰かにセカンドコンバートお願いするケースも出てくるのかなと。ターナーは本人が東海岸出身ということもあって、東海岸の球団か、彼の活躍に見合うだけの契約を出せるであろうドジャース残留のどっちかな気がしていますが、ボガーツ、コレア、スワンソンはどこへ行くのか。ボガーツはもともと3割打てる確実性の高いバッティングに加えて、ずっと平均以下だったショート守備が今季改善したおかげでかなり人気が出そうですし、コレアに関しても2年連続オールスターレベルの活躍でこちらも人気が出そう。昨年はロックアウトを挟んだ関係で叶いませんでしたが、今年こそ超大型契約に期待できるかも。スワンソンは後半戦こそ打撃の調子を落としてしまいましたが、シーズン全体で見れば文句なしのキャリアイヤー。昨年のショート市場は大盛況でしたが、今年もショートはオフの最注目ポイントとなりそうですね。続いては外野手も、ここはアーロン・ジャッジかそれ以外かみたいなグループです。それは他の選手が悪いというよりは、ジャッジの今シーズンが圧倒的すぎるだけなんですけれども、FA 前にこのレベルで歴史的なシーズンを送った選手他にいるんですかね。開幕前にヤンキースとの契約延長を断ってはいるものの、今のところヤンキース残留の可能性が一番高いのではと言われていますが、一体どれほどの規模の契約になるのか。FA 直前の年に62ホーマー、WRC プラス207、ウィンザブリプレイスメント 10.6、そしておそらく MVP ですからね。普通に考えたら契約総額3億ドルはくだらない気もしますが、どうなるでしょうか。ジャッジ以外では全体的に超目玉みたいな選手はいないかもしれませんが、今季メッツでソリッドなセンター守備を見せながら高出塁率を記録し、リードオフマンとして大活躍したブランドン・ニモ、今季3割5厘の高打率、レフト守備にも定評のあるアンドリュー・ベニンテンディあたりは、年平均2000万ドル前後の複数年契約は期待できそう。
他には昨年オフ契約先が見つからず、さらに怪我もあって1年休んでしまいましたが、マイケル・コンフォルトは今度こそ契約するでしょうし、同じく怪我で今年の大部分を棒に振ってはしまいましたが、昨年は39本打ったミッチ・ハニガー。外野手としてまだカウントできるか怪しいですが、バッティングならまだそれなりの貢献が見込めそうな JD ・マルティネス。あとはここに乗ってはいませんが、ユーティリティタイプとしてしれっと攻撃面で復活したジュリクソン・プロファー。このあたりはそれなりの契約をこの冬もらえるのではないでしょうか。ここまでは野手で、次からピッチャー、まずは先発投手を見ていきましょう。目玉はやっぱりデグロームとバーランダー、ロドンあたりですかね。惑星最強右腕の呼び声高いデグロームは今季も怪我でシーズン半分くらい投げることができず、また今季投げている時も今までほど圧倒的な存在ではなかった点が市場の評価にどう影響するかは気になるところですが、まあそうは言っても平均4000万ドル前後の契約はもらえそうですし、39歳にして全盛期が終わる気配のないバーランダーについてもおそらく同様。来年40歳のシーズンですけど、シーズンの防御率 1.75 でビッグゲームを任せられるピッチャーを市場が放っておくわけないですからね。1年契約、2年契約で平均4000万ドル前後はこちらも可能性高いんじゃないでしょうか。また市場の中では比較的若く、かつここ2年間オールスター級のピッチングを見せているロドンがどの程度の契約をゲットできるかも注目。昨年のロビーレイ以上の契約、5年総額1億1500万ドル以上は最低でも必要なんじゃないですかね。あとは来季もプレイするなら基本ドジャース残留だろうと思っていますが、クレイトン・カーショーの去就も気になるところ。エース格のピッチャー以外でローテーションの真ん中くらいを担えそうな存在としては、クリス・バシット、日本から FA で来るであろう千賀選手、イオバルディ、マイケル・ワカ、シンダーガード、タイオン、今季大ブレイクしたタイラー・アンダーソンあたりも、ローテの強化を狙うチームにはいいターゲットかもしれません。マナエアやクレビンジャー、パクストンあたりのバウンスバック候補も面白そうかなと。選択肢はそれなりにあるのが今年の先発市場の印象ですかね。はい、そして最後はブルペン市場。一番の焦点は今季防御率 1.31、 対戦した全バッターの半分以上を三振切ったエドウィン・ディアスがどこへ、そしてどの程度の規模の契約をもらえるか。リリーフピッチャーは一部のトップ選手を除いてその過酷さゆえに、1年ごとにパフォーマンスの振れ幅が大きくなりがちなので、基本的にはあまりお金をかけすぎない方が良いとは言われますが、ディアスクラスのリリーフに関しては別問題。僅差のゲーム一番厳しい場面を高い確率でゼロでしのぐ力を持っているパワーリリーフはそういないですからね。プレイオフで上位進出を狙うなら一人くらい彼のような存在を欲しいと感じるチームは多いはず。ディアス以外だと今年の市場では彼のようなシャットダウンリリーフがほとんどいない点もディアスにとっては追い風になりそう。クローザー経験は多いんですが、ジャンセンやキンブレル、チャップマンあたりは今年のパフォーマンス考えると少し不安が多いですからね。ミドルリリーフのオプションとしては今季復活の1年となったラファエル・モンテロに注目。おそらく昨年ホワイトソックスがグレイマンと結んだ契約に近いものを期待できそうなのかなと。モンテロを見てきた人間として彼の活躍が認められるなら、これ以上に嬉しいことはないですね。ということで各ポジションをざっと見てきましたが、今年も暑い冬となりそうですね。FA 選手の動向を日々注目しつつ、さらにはトレード市場についても今年はどんなビッグトレードが来るのか、こちらも楽しみです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。